女子のリレーがスタートしました。女子の3チームございます。先頭は現在24番のキャップをかぶっているチームです。堀さんのチームです。一周追いついた状況でございます。現在トップのチームは、黄色のワンピースの斉藤さんのチームです。現在のトップは次田中選手から富田選手にタッチをしたチームが一周の差をつけて先頭となっております。先頭のチームはスピードがアップしてまいりました。スピードがアップしてまいりました。
まもなくゴールであります。